皆様こんにちは、愛知県知事の大村秀明でございます。愛知 ESD シンポジウムへ、本当に多くの皆さんにこうしてご参加をいただきましてありがとうございました。また国の方からはですね、上野、文部科学省大臣政務官お越しをいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ESD ユネスコ世界会議の開催まで本番までいよいよ、100日余りということになりました。11月の前半にですね、10、11、12で、この名古屋国際会議場を中心に、愛知名古屋でですね、ユネスコ世界会議が開かれます。この ESD というのは日本語でですね、持続可能な開発のための教育というふうに、訳すわけでございますが、かけがえのない地球を未来へつなげていくために、私たち一人一人が今何ができるか、何をしたらいいのかということを学び、そして行動していこうという、そういう人を、育てていく取り組みということでございます。この ESD を世界中で進めるため、国連は日本政府の提案に基づきまして、愛知万博が開催された2005年から10年間、今年2014年までを国連 ESD の10年というふうに定めまして、10年間取り組みをし、その10年の取り組みの最後の取りまとめを、この2014年今年秋11月にこの名古屋でのユネスコ世界会議で取りまとめようと、こういうことでございます。私どもからいたしますと、2005年の愛知万博が環境ベースにした環境万博としてホップ、そして2010年に生物多様性条約の国際会議 COP10 というのを、これまた名古屋でやりました。ですからそれがホップステップときて、そして2014年の ESD ユネスコ世界会議がジャンプということでございます。この愛知名古屋から、環境、そしてまた国際理解、国際平和、国際協力、そうしたユネスコの理念に基づいた人づくり、そして地球を、かけがえのない地球を、次世代の子どもたちに引き継いでいこう、そういう理念を大いに発信をしていきたいというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。今日はですね、その本番に向けての盛り上げていくためのシンポジウムを開催をするということになりました。まず青山学院大学の小島敏郎教授から、自分の場から ESD を考え行動するというふうに題してお話をいただきます。また続いて、取り組みの発表をしていただきます。NHK の元アナウンサーで現在フリーキャスターとしてご活躍をいただいている町永敏郎様に、ファシリテーターをお願いをし、県内の6つの市から ESD の取り組みを発表していただきます。またスペシャルトークといたしまして、元プロ野球選手監督でヤクルトスワローズの黄金時代を築いた古田敦也さんからですね、古田流人材育成をテーマにご講演いただくわけでございます。またホールのホワイトにおきましては、愛知県内すべての市町村で ESD を取り組んでいる、そうした取り組みの事例をですね、ポスターなどで発表しておりますので、後ほどぜひご覧をいただきたいというふうに思っております。今日のシンポジウムをきっかけといたしまして、身近なところから ESD の取り組みが進んでいくことを心から期待をし、そして11月の本番に向けて皆様とともにですね、大いに盛り上げ、その輪を広げていくことをお願いをさせていただきまして、冒頭私からのご挨拶とさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。